マーティン・クリードマーティン・クリードは、イギリスの美術家。1968年、イギリスのウェイクフィールドに生まれる。その後ロンドン大学スレード美術学校で1986年から1990年まで学んだ。1990年代から、講述する作品番号88、くしゃくしゃに丸めた A4 用紙のように、日用品。 文房具など身近なものを素材にした作品を多く制作する。部屋の中のあらゆるものにマイクを取り付けた作品番号95、所余の空間における全サウンド、増幅のような音楽作品も手掛け、1994年からは、オアダというバンドを組んでいたことがあり、1、2、3、4、A、B、C といった曲を発表している。2001年には、 ターナー賞を受賞している。それまでには一度もノミネートされていなかった。この時にターナー賞店で作品番号227、ライトがついたり消えたりという展示室の照明が5秒ごとに点滅しているだけの作品を出品し、これが芸術と言えるのかぶっつぎを醸した。2009年5月に広島主現代美術館と東京の広見吉井家で個展が開かれた。 特に、広島市現代美術館での展覧会は、マーティン・クリードのアジアで初の大規模な古典である。作品には投資番号が付けられており、これまでに900以上の作品を制作している。その一部は彼のサイトで見ることができる。ありがとうございます。